どうも皆さんこんにちは。クリスマスイブの予定は仕事と編集作業、うぷ主のヨッシーです。クリスマスには新幹線半島ファイナルステージを見に行きたい。ゆっくりの霊夢です。さあ2020年も残すはあとわずか。今年の終わりを飾るにふさわしい注目作をやっていきましょう。今回紹介する映画はこちら。ワンダーウーマン1984。DC 映画の最新作ね。DC コミックスのスーパーヒーロー、ワンダーウーマンの実写映画シリーズ第2弾で、1984年を舞台に、人々の欲望を叶えようとする実業家マックスの陰謀にワンダーウーマンが立ち向かうというストーリーだね。監督は前作に引き続きパティ・ジェンキンス、出演はガルガドット、クリス・パインに加え、クリステン・ウィグ、ペドロ・パスカルが新たに出演してるよ。ついに来たわね、ワンダーウーマンの続編。今年はマーベル映画が全くない年で、アメコミ映画ファンには物足りない1年だったから嬉しい作品だよね。しかもありがたいことにアメリカより1週間早い公開、年末の予定がギチギチだったのでかなり助かりましたよ。コロナのせいで洋画対策不足の1年だったし、年末にこれだけの対策が見れるのは素直に嬉しいよね。というわけで今回のワンダーウーマンの続編、現状マーベルが MCU の大成功もあって一歩先を行ってる状況だけど、DC では数少ないマーベルに先手を打ったヒーローでもあるんだよね。確かに女性が主役のスーパーヒーロー映画だとワンダーウーマンが最初の成功作と言えるね。一応過去にはキャットウーマンやエレクトラといった女性が主役のヒーロー映画はあったにはあったんだけど、どちらも黒歴史扱いされてるぐらいには評価は高くないからね。アメリカでは興行的にも批評的にも大成功したのはワンダーウーマンが初と言えるね。それに前作のスーサイドスクワットまでの DCU の評価はあんまり芳しくないものでもあったから、シリーズの流れを変えた一作とも言えるかもね。まあその後のジャスティスリーグはまさかの失敗だったけどね。あれは監督の降板とか色々トラブルがあったから、来年にはスナイダーカット版が公開されるからそっちに期待するとして、今回はバットマン VS スーパーマンでのデビュー以来大人気となったワンダーウーマンについて語っていきましょう。ちなみに前作はうぷ主的にはどうなのよ。単純に一つのヒーロー映画としては普通に面白い程度かな。良くも悪くも手堅いエンタメ作品だと思う。まず素晴らしいのはやはりワンダーウーマンことダイアナ・プリンス役のガルガドットの圧倒的なハマりっぷりだね。ワンダーウーマンってまさに漫画だからこそのキャラクターで、普通に実写でやるのはかなり難しいキャラクターだと思うんだけど、ガルガドットはもう神がかったハマりっぷりだね。まさに神話の人的な美しさと奇遇に溢れ、ヒーローとしての凛とした強さも兼ね備えてる。アメコミヒーロー映画の歴史の中でも5本の指に入るぐらいのハマり役だったんじゃないかな。この衣装を普通に着こなせるだけで相当すごいよね。まさにアメコミの女性ヒーロー的な、非常に肌の露出も多い衣装なんだけど、これがしっかりかっこよく見えるのが素晴らしいね。とにかく彼女の存在一つで親指一本立つぐらいだね。そんなワンダーウーマンのアクションの見せ方も良くて、特に中盤の街中を駆け回るアクションとか最高だった。ちょっとザック・スナイダー風のスローモーションを生かしたアクションや、クリス・パイン演じるスティーブとの背中合わせでのアクションとか個人的には大好きなシーンだよ。結構暗いイメージの DC には珍しくギャグシーンも多かった印象もあるよね。バットマン VS スーパーマンまでが暗いと言われすぎたせいなのかはわからないけど、かなりコミカルな場面も増えてた作品だったね。前作はアマゾン族の島で育ってきた世間知らずの箱入り娘だったダイアナが、人間の世界へ入っていき、そこで現実を知っていく物語でもあったから、一種のカルチャーギャップコメディとしての要素もあったね。このあたりから DC もちょっとコミカルな作風へ少しシフトした感じはある。ただまあお話としては普通のヒーロー誕生の話って感じで、悪くはないけど特に驚きがあるのもでもなかったかな。正直ヴィランであるアレスのキャラクターはイマイチだったし、個人的にはヒーロー映画の中では中の上ぐらいの出来だね。で、今回の続編がどうだったかだけど、今回はタイトル通り1984年が舞台なんだよね。80年代感とかかなり出た作品になりそうだけど、序盤の方からこれぞ80年代アメリカの街って感じの描写が多かったね。ちょっと前に勤労でバックトゥーザフューチャーを見てたから、あれを思い出すシーンもいくつかあった。その辺で面白かったのはスティーブの扱いだね。前作で死んだはずなのになぜか復活してるんだよね。今回は前作と立場が逆転してる感じが面白かった。前回は初めて人間の世界に来たダイアナにスティーブが振り回される感じだったんだけど、今回は逆にいきなり84年に来て浦島太郎状態のスティーブをダイアナが色々教えて回ってる感じだね。いきなり70年も時間が飛んだら世界の変化にびっくりだろうね。前作以上に二人のラブラブでコミカルなやりとりが増えてて、クリス・パインの意外なコメディ役者としての一面が見られた作品でもあると思う。二人の恋愛要素というのも物語上重要な役割を持ってるしね。予告編とかポスターとか見てて思ったけど、今回かなり色鮮やかな映像になってるよね。そうだね。前作は対戦中だったから暗い場面が多かったんだけど、今回は明るい場面が多く、色彩も豊かになり華やかな映像になってるね。その辺も見てて楽しい場面だったかな。このシーンとかも前作でのスティーブのラストを思い出すとよりグッとくる場面だね。前作だとスティーブが一人で飛行機に乗り込んで犠牲になってたからね。長い時を経て二人で空を飛ぶことができたらそりゃエモいですな。
今作は前作でのスティーブの死を受け入れる物語なんだよね。序盤からダイアナが70年近く経った今でもスティーブの存在を求めてることが描写されてて、今回はそんなダイアナの心の弱い部分を掘り下げていってる。スペック的には無敵のヒーローでもそういった弱い面もある。より人間的な一面を描いた物語でもあるね。そしてそこをついてくるのが今回のキーアイテムであるドリームストーン。人の願いを何でも叶えてくれるが代償として何かを失ってしまう石で、これでスティーブは復活し二人は再会することができた。でもスティーブが死んだのは紛れもない真実。その真実から目をそらしスティーブと共にいようとしたがために追い詰められていくし、でも最終的にはその真実を受け入れ、願いの代償に失った力を取り戻していく。自らが消えることになっても迷うダイアナの背中を押したスティーブ。再び愛する人と別れる悲しみの中走り出すダイアナ。この二人の別れのシーンはとても感動的なものだった。前作ではダイアナにとっては不本意な別れだったからね。今回でしっかりスティーブとの別れを自ら選ぶことでしっかり受け入れさせて、二人の関係を完全に決着させてるわけね。今回のヴィランであるマックスってまさに嘘だらけの存在でもあるんだよね。そんな敵に対して真実を受け入れたダイアナが勝利する姿もまたグッとくるものだった。今回は前作以上にウェットな場面が多い続編になってるという印象だね。テーマ性に関してはより一貫性もあって前作より良くなってるかな。ただ前作に比べてなんか物足りなさがある作品にもなってるとも感じた。結構いい感じにパワーアップした続編っぽいけどどの辺が物足りないのよ。一番物足りなかったのはアクションシーンかな。正直前作と比べるといまいちパッとしないものが多い。冒頭のセミッシラのスタジアムみたいなところでのアクションや、ヘスティアの縄を使ったアクションとかはそれなりに見応えあったんだけど、それ以外のところがなんか微妙なんだよね。例えば序盤、ショッピングモールで強盗を倒すアクションがあるんだけど、正直この強盗たちがあまりにもポンコツでわざわざワンダーウーマンが出るほどの敵に全然感じないのはかなり残念。個人的にヒーローの活躍ってこのヒーローだからこの事態を解決できたと感じられないといまいちスカッとしないんだよね。この場面だとワンダーウーマンは強すぎて一方的に強盗たちを蹂躙してしまってるように感じられてしまって、ワンダーウーマンの活躍にスカッとする以上に強盗たちがかわいそうに見えてきちゃうんだ。DC のヒーローたちって強すぎてそれに見合うだけの敵がなかなか難しいよね。良くも悪くもスケールがでかすぎるんだよね DC って。この強盗たちもスパイダーマンとかが相手するにはちょうどいいぐらいなんだけど、ワンダーウーマンだと過剰戦力に見えて普通に警察でも解決できる程度の相手に感じるんだ。まあ落とされそうになってた女の子はワンダーウーマンだから助けられたとも思うけど、ジェスケスリーブの序盤にあったテロリストとのアクションシーンなんかはまさにワンダーウーマンという超人だからこそ人々を救えた感あってよかったと思うんだけど、今回は敵がヘッポコすぎワンダーウーマン強すぎでちょっとバランスが悪く感じたね。それに本作は上映時間が2時間半とかなり長いのにアクションシーンがちょっと少ない。さっきのショッピングモールでのアクションからしばらくは大きな見せ場が全然なくてちょっと退屈だし、ようやくアクションが始まったと思ったらこれもいまいち爽快感がない。ここは車で逃げるマックスをワンダーウーマンが追うチェイスアクションなんだけど、あの程度の兵士たちなら簡単に倒せそうなのに意外に苦戦してるんだよね。今までのワンダーウーマンなら人間相手ならほとんど相手にならなそうだけどそれは意外ね。これ後で分かったんだけど、さっき言ったドリームストーンの力でスティーブを復活させた代償に彼女は力を失ってるのが原因なんだ。ただ力を失うにしても中途半端だし、代償で弱くなってるというのが判明するのも結構後になってからだから、この戦いの間ずっと弱くなってるワンダーウーマンに変な違和感を感じながら見ることになるんだ。せめて途中で以前より弱くなってないか、みたいなセリフがあればまだ良かった気もするんだけど、それもないから単にお話の都合でパワーバランスがおかしくなってるように見てる間は感じるんだよね。その後のホワイトハウスでの戦いもなんか中途半端でスカッとしないし、ワンダーウーマンの豪快な活躍を期待して見に行った身としてはかなり肩透かしを食らった感じ。今まで最強戦士としてのワンダーウーマンを見てきた分その辺は確かに拍子抜けしそうね。力を完全に失ってしまったら中盤にワンダーウーマンの活躍が全くなくてそれはそれで超退屈になったとも思うけどね。その辺のバランスが難しい話だね今回は。それでも中盤貯めてた分終盤で大暴れしてくれてればまだ満足度は高かったと思うんだけど、終盤のアクションもなんかパッとしないんだよね。最後はこのゴールドセイントみたいなアーマーが大活躍するんじゃないの。ヒーローが新しい力を手に入れて大暴れって普通に盛り上がりそうな展開だけど、これが意外にも大して上がらないんだよね。そもそもこのアーマーがあったから勝てたって感じがあんまりないし、雑魚敵に対して無双してくれるほど暴れもしない。それに今までの周りをぶっ壊しまくる豪快なバトルを繰り広げまくってきた DC にしてはおとなしいというかあんまり派手じゃない。 DC 基本周りを廃墟にするぐらい被害半端ないバトル繰り広げるもんね。今までと比べると今回はちょっと地味って感じですらある。それにせっかくの新アーマーの扱いも軽かったな。どうやって手に入れるのかと思ってたらもう前作との間に手に入れて自宅に飾ってたし、さほど物語上重要な役割があったとも思えないからかなり肩透かしだった。あとさっき言ったスティーブとの別れのシーンはすごく感動的だったし、
その後ワンダーウーマンが空を飛んだり雷を縄で掴んでスイングしてるところも結構良かったのに、そのまま敵地に乗り込むのかと思ったら一回自宅に帰ってアーマーに着替えてきたのはかなり図工ってなった。普通にお着替えして装着するんだあれ。なんか一回自宅を挟むのも流れを切っちゃってる感じでダサいし、ダイアナの思いに応えてアーマーの方から飛んできて空で装着とかの方がかっこよかったと思うんだけどね。なんかそういうヒーロー的なケレン味が足りないなとは思った。あとはもうとにかく話のスケールがでかすぎて大味感は半端ないね。正直やりすぎてこの事態を収集するとか無理でしょって感じだったし、良くも悪くも DC らしい雑だけど豪快な作品だったと思う。まあ最近の DC は細かいことはいいから派手に行くスタイルだし、今回も似たような感じね。でもキャラクター描写、特にヴィランの扱いは今までで一番良かったんじゃないかな。僕みたいに無敵のヒーローの活躍を期待するとちょっと肩透かしを食らうかもだけど、今年のラストを飾るにふさわしい豪華な大作になったと思いますよ。ぜひ劇場でご覧ください。来年にはジェームズ・ガン監督のスーサイドスクワットもあるし、今後も楽しみね。そうだね。でも正直ユニバースとしてはほぼ崩壊してるから色々心配でもあるかな。ジャスティスリーグのスナイダーカットの結果次第でまた動きがありそうだし、どんどんカオスになっていってるからどこかで収集つけてほしいかな。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回もゆっくりしていってね。